フォールアウト76、遊んできます。それでは本日は、初めての武器シリーズ、ということで、ガウスショットガンを使ってみましょう。ガウスショットガンは、ウエストランダーズのね、メインクエストクリア後に、入植者との親密度を最大まで上げると、設計図が変えるようになる、ものですね。しかし私はなかなかね、親密度を上げることはできず、今もまだね、親密度は、途中の状態ですね。入植者、有効的か。 ただし、最近実装された特別な設計図を売ってくれるミネルバのおかげで、ようやく設計図を入手できました。というわけで、今回使うのがとても楽しみですね。まずは早速、一つね、適当に作ってみましょうか。ガウスショットガンはエネルギーガンのカテゴリーなんですね。こっちを一作成。で、このガウスショットガンの性能的には、まあ、ガウスライフルのね、ショットガンバージョンということで、他のショットガンよりも、まあ、威力が高そうな感じしますね。 さらにガウス系はデフォルトで青い爆発が発生してね、爆発ダメージを与えることができますね。ちょっと使ってみましょう。さあ、初めてのショットですが、これを撃ってみると、ああこんな感じでね。撃った先で青い爆発がほとばしりますね。なのでパークのデモリッシュエクスパート、これが有効になりますね。もう爆発ダメージがかなり上がってくれる。他には部位を破壊する、このエンフォーサー、 これと組み合わせもね、効果は絶大となりそうですね。特に難しく設定したカスタムワールドではね。で、この爆発ダメージの特性上、足元を狙った方が爆発ダメージ自体はね、高くなるんですよね。ただし、大抵敵の弱点は頭にあるので、まあ頭かあるいは足元、どっちを狙った方が強いのかという話になってきますが、これどっちなんでしょうね。ちょっと後で試してみましょうか。で、さらにパーセプションのパーク、グレネーディア。 これはですね、ガウスショットガンでは、バッツで用いると爆発範囲が広がるという情報を見ました。素で撃っても爆発範囲が広まらないようですね。まあ、このグレネーディアというのは爆発半径を最大2倍にしてくれるものですが、よって敵が複数まとまっている場合は、このグレネーディアでね、バッツで足元を狙うと、その複数に対して大きなダメージを与えられるかもしれませんね。まあ、これも試するんであれば、試してみますか。 で、ショットガンには1点を狙いやすくするためのスケートシューターというパークがありますが、まあ、バッツを用いるとね、このパークがなくても1点を狙えるというシーンはね、ガウスショットガンでも相変わらずあるようですね。まあ、バッツ中心の方は無理してね、これを取る必要はないかもしれません。他にはパークのテンダライザー、これがあると大変強いと聞きましたね。このガウスショットガンの場合は。まあ、先ほどのバッツで足元を複数狙う場合は、もう弾はね、結構適当にばらまくことになるため、 ま、これがね、より効果は出そうですね。ショットガンの弾8発と爆発ダメージ8発分 ?16 発分がこのテンダライズに乗るのかなで、この武器にはサプレッサー消音効果のモッドはないため、まあ、撃つと敵に気づかれてしまいそうですね。まあ、なのでパークのエスケープアーティストを用いるか、まあ、もしくはカメレオンパーマー、それですとより高いスレッショットがね、可能になりそうですね。まあ、今回もカスタムワールドでカメレオンパーマー作っているので、 ま、このガウスショットガンはパワー,ーで運用してみましょうか。で、本日は、このガウスショットガンはね、レジェンダリーはとりあえず何でも良いのですが、ガウスライフル自体がね、もう素で12分に強いので、こちらもね、漏れなく素で強そうですよね。しかし、とりあえず、星3つ目それのゴースト、これはつけてみましょうかね。ゴーストは攻撃を当てることで10、10%の確率で姿を消せるレジェンダリーとなっており、まあ、爆発ショットガンですよね。もう弾をいっぱい発射するため、 もう一発打つと、ほぼ姿がね、消えることはできますね。しかし、以前試した時は、姿が本当に消えるだけで、それ以外の効果は何も確認できました。まあ、何らかの条件でね、エスケープアーティストのような効果が発揮すると思われますが、まあ、今回のこの全身カメレオンパーマー、それと組み合わせることで、何かゴースの効果が出ないかね、試してみましょう。で、弾薬はエナジー系で、この2ミリ c 2ミリ電磁カートリッジかな制作コストがちょっと高くて、さらに重量もね、重たいですね。 なので、インテリジェンスのパークバッテリーズインクルーデット。これは必須になってきますかねエナジーウェポンの弾薬の重量が90%少なくなる。まあ、弾薬に関しては今はデイリーオフィスがあるので、まあ、そちらで大量に入手するのはありでしょうね。というわけで早速、星3つ目にね、ゴースをつけてみましょう。出ましたね。ミュータントスレイヤー、ガウスショットガン。まあ、スーパーミュータントに対して強くなりましたが。じゃあ、とりあえずこれで使ってみましょうか。 じゃあ他に改造を行っていきたいところですが、パークカードが必要ですね。サイエンスマスターか。レシーバーは3つありますが、ハードレシーバーかなり強くなりますね。耐久性が減ると書いてありますが、それほどでもありませんね。こちら2つは正確性が増す。特に生成レシーバー。まあ、多分1点を狙いたい場合は、こっちの方がいいんでしょうね。生成レシーバー。とりあえず威力を測るために、ハードレシーバー。こっちにするか。 バレルは現在2つ持ってますが、拡張バレル。これはレンジが伸びますね。40ぐらい。で、どうやらこのガウスショットガンの、このレンジ 120? これがショットガンの中ではね、一番射程が長いと見ましたね。確かに120あれば、他の重機のね、中距離、それぐらいの射程かなまあ、こちらもつけましょう。正確性も増すが、重量が増えますね。ストックは精密ストック。わ、コンディションがすごい増えるよ。すごいな、これ。 めちゃめちゃ増えますね。正確性が増す。腰ダメ値の命中率も改善すると。マガジンは拡張マガジン。これは相談数が増える。見た目はかなりごつくなってきましたね。ガウスショットガンの、ここら辺がかっこいいな。この青い部分。ちょっと燃えてる感じがするね。で、外見が隠密塗装変えられますね。以前購入しておいて、ようやくこれは設定できますね。相当前に買ったんじゃないか、これ。じゃあかっこいい。 ブラック塗装にしますか。よし、できた。じゃあ、普通に打ってみましょうか。単発では。とりあえず、こんな感じですね。どんくらい遠くまで遠くんだあ、結構。遠くまで打つと、散らばりますね、さすがにね。まあ、パフカード、スケートシューターとかつけるとね。もっとまとまるとは思いますが。じゃあ、パンチカードマシンで、ショットガン内に変更しましょうか。 とりあえず構成はこんな感じですね。ストレングス。ショットガンの威力上昇。9ポイント。さらに、スキャッターショット。これはショットガンの重量が軽くなって、リロード速度も速くなる。パーセプションは、まず先ほど言っていたね、グレネリア。それと、スケートシューター。カリスマは、テンダーライザーですね。で、インテリジェンスは、デモレシンエキスパート。あーっと、ナードレジ外すか。そして先ほどの重量軽減ね。これをつけましょう。 それと、アジリティは、エンフォーサー。エスケープアーティストは、コバートオペレーティブ、付けてますが、まあ、パーマー使うからね。エスケープアーティストは関係ないかな。こちら外して、アドレラに1あたり付けましょうかね。さあ、この状態で撃ってみましょうか。撃ってみると、おおかなりまとまりましたね。スケートシューターの効果によってね。まあ、遠くまで飛ぶとさすがに、バルケルか。でも、あの距離でも届きますね。すごいな。 こんなんで渡るんだ。相当遠くに飛びますね。で、ガウス系なので、溜め打ちが可能ですね。チャージ。こんな感じで。マックスまで溜めて打つと、より効果が高くなると。ガーンとね。これどうかなちょっと一回改造して、このハードレシーバーから生成レシーバー、こっちに変えてみようかな。これで集団性は上がるのかなという疑問なんですが。あー、あんま変わんないか うん。これは、あくまで、手ぶれとか。そっちの改善ですかね。照準自体はこれ以上ね、狭くなりませんね。一人称はまとまってるように見えるけどね、どうかな一人称の様子を三人称で見たいな、っていう無茶な予期をしてみたが。よし、ではまずは、定番のね、モールマイナー。そいつの頭を狙ってみましょうか。あそこにいますね。 この距離から当たるのかなで、一発、ガッと打ってやると、おぉ結構な威力で倒せましたが、ま、あ、さすがにばらけましたね。一点は無理かなバッツ使わないとね。ま、あ、もう少しね、体を近づければ、一点狙いやすいと思いますけどね。このカメルオンパーマなら、それは可能かな結構近づけますからね。交渉の状態。 ここで、撃ってみるーあ残った結構残るな。レベル100は、一発では無理かもう一体ぐらい倒しましょう。頭を狙ってね。ゼモリ一体。やつ撃ってくーおーっとあんまり張れなかったかそれコーション。2発で倒せ。2発目は、テンダライザー。それによってね、威力がすごい上がってたかな。そこで、 さっと消えて、交渉中に撃っていく。84ダメージ。これがヘッドショットでしょうね。一発ミスったけど、消えてから撃つ。お二発目。126弾入ってるけど。これはテンダライザーかな。そう、フリーエイムで。さっと撃っていくぞうん。138。まあ、アドレナリンもついてますからね。その威力も乗ってそうですね。じゃあ次はバッツで、足元になってみましょうか。 これでどれくらいのダメージになるかですね。さあ、まず消えて。バッツで足元を狙ってみる。お、ああ、足元で一発で倒しましたね。ちょっと総ダメージの方がわからないな。一発で倒したのは確かだけど。で、現在はグレネーディアつけてる状態なので、その爆発ダメージもね、広がってるはずですから。地面を撃てば、より効果的なはずですが。どうかなここの、モールラット。いや、ネズミか。 こいつらをまとめて倒してみるか。3台いる。バッツで、ガッと打つと、お周りのネズミが、一発で死にましたね。足元ショットで。やっぱこれ、足元が強いのかな次は再び、モールマイドの頭。これをバッツでやってみよう。そういえばチャージせずとも、一発で倒しましたね。よく考えてみると。あ、外した。バッツで外した。 バッツ狙う。一発やったかバッツ。あ、やっぱり頭でね、巻き込んだ場合、爆発ダメージがね、ちょっと低いんですよね。多分やっぱり爆発ダメージで他のやつを巻き込む場合は、足元を狙った方が強い。バッツでね。うん。まあバッツならね、頭を狙えば、それなりに一発で倒せそうですね。何も見えない。 ガッと頭、今はフリーエイムでしたが。まあ、威力の方は十二分だね。さあ、すごい固まってるけど、これで足元バッツやってみましょうか。足元バッツー、あ、間違えた。足元じゃなかった。頭狙ったら、周りの奴らは、半分ぐらい減りましたね。あ、これちょっと剥がれないな。さあ、足元バッツ。これとりあえず大量に巻き込みましたが、範囲ガーの奴はさすがに倒せませんでしたね。 この2体は今、体力はね、ほぼマックスですが。この2体を巻き込んでやってみましょうか。あ、3体いますね。次は足元バッツだ。あ、もう1体来たぞ。4体やってみよう。足元バッツー。お、どうだあれあ、あ、あー、ちょっといまいしか足元バッツやってみましたが、あまり倒せませんでしたね、今回はね。うん。ちょっとまだ、なんともいないな。ほいー。 撃つのが遅くて、ステルスが溶けてしまった可能性もありますからね、今のはね。まだ正確ではないね。あと、どっちがいいか、まだなんとも言えないとこだな。現在、コーションですが、一発撃って。ああ、まだ、これちょっと、ハンドがいるからね、ちょっとややこしいね。ちなみに爆発ダメージは自分も受けますよね。あ受けてるね。ファイヤープルフとはつけないと、こ,こら辺は自爆で死んでしまうっぽいですね。 そうか、遠距離のあいつとか、どうかな。それ立った状態で撃ってみようか。立った状態じゃわかんないよな。今ゴース発動したけど。お,お,お、この距離だと、遠すぎるせいか。デンジャーになりませんね。撃ってもね。うん、次はちょっと、遠方からね、ガンガン撃ちまくってみましょう。そこで何かがわかるかもしれない。この距離。相当遠いけど。 さあ、弾込めて。ああ、すげえ。めちゃめちゃ遠くに遠くからね。普通にやれてしまいますね。ショットガンとしてではなく、ライフルのような感じで使える。今あまり入りませんでしたね。ダメージが。デンジャーだが、まあ、今カメレオンで、交渉になったね。うーん、ゴーストの効果わかんないね。やっぱりな。これじゃあ。違う、近づいてやってみるか。 さあ、デンジャー、撃って、うん、今、コーションになりましたが、これはカメレオンだね。それ、撃っていく、コーションになったら撃つ、どんどん近づいてきたが、これは、あれだよね、爆発に巻き込みやすいよね。おら、おいいぞ、いいぞ、どうするなら、×やるか、足を狙う、おお、あった。 一気に崩れ落ちた。これはあれだな。カメレオンパーマでね、やっぱり、これの難点といえば、敵に接近されてしまう。で、足元あたりをね、狙わないと、撃つことができないんですけど。このガウスショットガンは、その弱点をね、補ってくれますね。足元バッツで、高いダメージを与えることができる。なるほど。この組み合わせは、なかいいんじゃないかね。次はフリーエイムで、足元を狙って、どれくらい減るかね、試しましょうか。 よっと。あー、ま、あ半分以上か。でも、50レベルだからね。そんなに体力ないはずですが。ま、あさすがに、怪我しますね。あ、これ、どうかなチャージショットすると、爆発ダメージ変わるのかなあ、頭に当てたけど、あまりダメージなりませんでしたね。二発目は、結構減ったね。さらに撃って、6人ダメージ。次は、ベヒモス。 試しましょうか。いますね。巻き込みバッツ。いいぞ。周りのミュータントにダメージ与えているか足元ガンガン打っていく。べきもつが気づいたら体力減っている。ほら、これやろう。足を打ちまくりー。で、は次は、マイアラークですね。一番最後はスコーチビースあたりでもね、試しましょうか。 早速出てきましたが、まずキング、こいつを狙っていきたい。キングは、お、60レベルか。3分の1ぐらい減らしましたね。2発目が、しかし、二発だ。どういうことだコーション中に打つー。ちょっと外したな。足元狙ってと、倒しきれないかさらにキング、こいつは75、なんか強いぞ。ちょっとクイーンが厄介だから。 足元打ちまくってね、怪我させましょう。ほら、怪我しろ、貴様。なかなか怪我しないな。他に何かいるぞ。カルト教信者はこんなところに。クイーンは怪我したようですが、まだ移動できますね。その前に、倒しそうだな、これ。足元爆発ダメージだけでね。おら、このまま倒してしまおう。 そう、キング。やっぱりこいつは強いね。ああ、でもやっぱり、足元にね、クリンヒットすれば、それなりに減るかな。100ダメージ。もりもりって入りましたね。こコーチミス3体。これどうなるかな、これ。3体やれんのかちょっと足元バッツ。あー足元バッツで、ぼちぼち入ってるかな、ダメージ。ストレス関係なしね。うん。 まあそこそこ削れてる感じするけど。他のスコーチビーストを巻き込んでるとか、そんな感じはしませんね。ち連射してみるか。俺どうだ適当に足元打ちまくってみるかなスコーチビーストには厳しいかな。数値はね。あ、まあ、直接狙ってはいいか、これ頭を。そうだな。スコーチビーストは身長高いからね。 足元の爆発ダメージはそこまで効果的じゃないかもしれませんね。頭を直線で狙った方が圧倒的に強い。では本日はここまでにしましょうか。今回は初めて使用してみる武器シリーズということで、ようやくミネルバから入手できたガウスショットガンを用いてみましたが、まあ、かなりの威力はありましたね。さすがガウス系といったところでしょうか。まあ、何よりも遠距離からね、適当にポンポン発射してるだけで敵は勝手に死ぬため、 まあ、スルーショットもね、しやすいですね。ただもちろん距離がありすぎると、ショットガン範囲以外になるため、それだけ威力も落ちてしまいますが。で、足元を狙っての爆発ダメージ狙いは、こちらは敵が複数まとまってる場合、効果的でしたね。まあ、パークのクレネーディアの範囲が広がってるかはちょっとわかりませんでしたが、まあ、まとめて倒すことはできました。威力面は、まあ、普通に狙うのと、足元を狙うの、ちょっとどっちが高いか、まあ、同じぐらいだっいうような感じもしますけど、 まあ、よって、カメリオンパワー,ーは姿を消すと、結構敵にね、ゼル距離に近づかれてしまいますが、この足元発射による爆発ダメージで、まとまって倒すことができるため、カメリオンパワー,ーの弱点を補うことができる。そんな武器にもなりましたね。まあ、これは発見でした。一方、スコーチビースト戦はちょっと震いませんでしたね。倒すのに結構苦労してしまった。まあ、怪我をさせる速度はね、かなり速かったものの、スコーチビースト自体が最近、 怪我さしても、なかなかね、空から降りてきてくれず、あとはピタッとね、動きを止めることもしなくなってしまったため、まあ、ステルスでね、頭を狙うのが難しい状況でした。まあ、まだもっとね、上手い使い方はあるのかもしれませんが。まあ、しかし他のボス系、ベヒモスやマイアラククイーンあたりはね、サクッと倒したので、まあ、そこら辺の威力はね、申し分なさそうですね。では、ガウスショットガンの他にも、まだ使ったことのない武器の設計図をミネルバから入手できているので、 ま、今後はまたね、そちらを使う動画を撮影していきたいですね。じゃあ、というわけで、今回はこれまでということで、また別の動画でお会いしましょう。